ロッキー・マルシアのロッキー・マルシアのは、イタリア系アメリカ人の元プロボクサー。マサチューセッツ州ブロックトン出身。本名は、ロッコン・フランシス・マルケジャーノ。ボクシング世界ヘビー級王者史上、唯一全勝無敗のまま引退した第19代、世界ヘビー級王者。イタリアからの移民の両親のもと、マサチューセッツ州に生まれる。幼少期から野球に興味を持ち。 高校時代も野球に打ち込んでいたが、他の野球リーグに参加したことが、規定違反となって、高校を中退することになる。その後は石炭掘り、トラックの運転手、靴屋などの職業を転々とする。1943年3月に徴兵される。3年間の兵役駅中に、ボクシングと出会い、アマチュアで8勝4敗の戦績を残す。 1947年3月にプロデビューし、3回小勝ちを収めた。1947年3月下旬、当初はプロ野球選手を目指していたことで、24歳の時に、現在のシカゴカブスのプロテストを受けるが、3週間に、軍チームで過ごした後カットされ挫折、ボクシングに専念することを決定する。マルシアノの出世試合は1951年10月に、 行われた元世界王者、ジョー・ルイスとの試合である。ジョー・ルイスは37歳になっているとはいえ、世界王座を25度も防衛した国民的英雄であった。しかし、マルシアノはこの英雄を8回に、リング外に叩き出すノックダウンを奪い試合を終わらせた。試合後、尊敬するルイスに勝ってしまったため、泣きながらルイスに謝っていたという。 そして1952年9月23日、いよいよ世界王座に挑戦する時がやってきた。当時の世界王者、ジョー・オルコットに挑戦したマルシアノは初回に強烈なダウンを奪われる大苦戦を強いられることになる。12回まで圧倒的に不利なラウンドが続いたが、13回にドラマが訪れる。高性能爆弾とも形容されたマルシアノの強烈な右フックが、 チャンピオンの顔面を直撃すると、チャンピオンは前のめりに崩れ、そのままカウントアウトされた。チャンピオンの首がねじ切れんばかりの、この超破壊的な右フックは、数字ジと名付けられた。以降1年に2試合のペースで防衛戦をこなしたが、1955年9月、アーチー・ムーアと6度目の防衛戦で9回こがち、たのを最後に、 もう戦う相手はいないという名台詞を残し1956年4月に引退した。1969年8月31日、アイオワ州において登場していた、セスナ機の墜落事故により死去。46歳の誕生日を迎える前日の出来事であった。また、晩年は、現役時代の打ち合うスタイルのためか頭痛に悩まされていたという、ありがとうございます。